今回もいろんなパターンのいろんなシチュエーションのお洋服を着させていただいて、それに合わせたコンタクトを入れたので、まあ、使ってくださる女の子の皆さんもお洋服とかどこに出かけるからとか誰と出かけるからとかそういうのに合わせてコンタクトを選んでもらって毎日使っていただけたらより楽しい毎日になるのかなと思います。ワンデイリフレアエレベル。こんにちは、斉藤飛鳥です。今日はリュクスモカとビターブラウンの2つを紹介します。まずこちらリュクスモカは新色です。こちらは薄い縁で明るいトーンなのでコントラストが効いていてこう立体感のある瞳になれます。あるようでなかったようなこうカラーのレンズなのでコーディネートの幅も結構広がるんじゃないかなと思います。おすすめのコーディネートはペールトーンとかナチュラルな春系のコーディネートがいいかなと思います。なのでお友達と遊ぶ時とか女子会とかなんかにもいいかなと思います。そしてこちらはビターブラウン、縁のはっきりしたレンズなんですけど結構色が薄くて細いのでよく馴染むレンズだと思います。つけるとなんだろうクリンとして可愛らしい瞳になれます。おすすめはニットだったりこう女の子っぽい印象の可愛らしい服の時にいいかなと思います。なので女子力アップでこちらもデートなんかにおすすめです。この2つおすすめです。よろしくお願いします。ワンデイリフレアエレベル。こんにちは、乃木坂46の斉藤飛鳥です。今日はリュクスオリーブとハーフブラウンのご紹介をしたいと思います。まずリュクスオリーブはほんのりオリーブが自然でおしゃれ感の結構あるレンズだなと思います。お上品にもカジュアルな方にも合わせられる、まあ、初めてオリーブを試したいっていう方にもおすすめの結構手を出しやすいレンズだと思います。コーディネートとしては T シャツとデニムとかちょっと緩めのパーカーとかちょっとしたお出かけにも、まあ、もちろんデートにもぴったりなレンズだと思います。そしてこちらはハーフブラウンです。ハーフブラウンはナチュラルメイクにも合う落ち着いたトーンのブラウンレンズだと思います。まあ、裸眼とは違うちょっと透明感のある感じの瞳になるのが特徴です。おすすめはちょっと甘いコーディネートに合わせるのがいいと思います。白のオフショルのお洋服だったりちょっとブラウンのニットの可愛らしい感じだったりに合わせると素敵だと思います。ぜひ皆さん試してみてください。お願いします。ワンデイリフレアエレベル。こんにちは、斉藤飛鳥です。今日はメローベージュとレディーブラウンのご紹介です。まずこちらのメローベージュはこちら新色になります。これは柔らかいベージュと薄付きの薄い縁で結構柔らかい、なんだろう、優しい瞳の印象になれると思います。おすすめはふわっとした女の子らしいお洋服、可愛い目のワンピースとかの時におすすめで、まあ、女子力アップといいますかデートの時にはいいんじゃないかなと思います。そしてこちらのレディーブラウン、これは黒目が黒い人は気分を変えたいとき、黒目が結構茶色い
方はより目力をアップさせたい時におすすめです。自然にふわっと柔らかい瞳になれると思います。おすすめのコーディネートは、まあ、スカートとかブラウスで大人っぽいコーディネートだったり、割とお仕事や学校とか普段にも使いやすいかなと思います。こちらどちらもよろしくお願いします。ワンデイリフレアエレベル。こんにちは、斉藤飛鳥です。今日はピュアティントとエレガントブラックの2つを紹介します。まずこちらピュアティント新色です。このレンズは縁が限りなく薄くて透明感のあるすごく自然な瞳になれるのが特徴です。コーディネートは清楚なお洋服だったり、こうちょっと大人っぽいデートをする時なんかにはこのレンズがいいかなと思います。そしてこちらエレガントブラック、このレンズは黒なんですけど薄めの黒なので透明感があって、でもいつもより印象的なこうちょっと目力にしたい時にはいいかなと思います。コーディネートはシンプルなモノトーンのコーディネートだったり、あとはデニムに合わせてもいいかなと思います。普段使いもしやすいのでお仕事学校にも向いてると思います。このお二つよろしくお願いします。ワンデイリフレアエレベル。こんにちは、斉藤飛鳥です。今日はシアーブラウンとアッシュグレーのご紹介をしたいと思います。まずこちらのシアーブラウン、今私もつけてるんですが、こちらは新色になります。これはかっこかわいい瞳になるのが特徴です。ハーフっぽいちょっと感じもあるんですけど、全然きつくはなく大人っぽい印象になると思います。コーディネートは、まあ、シンプルな服とかボトムをこうくすみ系にしてかっこよくなる感じだと思います。女の子同士で遊ぶ時とかにちょっと他の子と差をつけられると思うのでおすすめです。そしてこちらアッシュグレー、アッシュグレーは透き通ったグレーが特徴的なレンズになってます。もう色が薄いので透明感があると思います。服装によっては儚く見せることもできるし、結構クールめにかっこよく見せることもできると思います。コーディネートはチュールとかシフォン系のこう透明感のある透け感のあるお洋服には似合うと思います。ナチュラルな白系で儚げに行ってもいいし、黒系でかっこよく行ってもどっちもおすすめです。こちらも女の子同士でちょっと周りの子と差をつけたいなっていう方はぜひチャレンジしてほしいです。この2色もよろしくお願いします。ワンデイリフレアエレベル。